こんにちは、花泉モータースです。今日はハイブリッド車で他のバッテリーが上がった車を救援していいかについて少しお話ししたいと思います。先日お客様からハイブリッド車でバッテリーが上がった車につないでいいんですかと聞かれたことがあるんですけれども、ハイブリッド車がバッテリーが上がった時に他の車に助けてもらう、このことは問題ないです。その逆パターンでハイブリッド車で他の車を救援しようとした場合、こちらに関しては注意が必要です。車によってはバッテリーが上がった車に、ね、ケーブルでつないで電流を流した際に、その電流でハイブリッドシステムが故障してしまうことがあります。そうしますと非常に高額な修理代がかかってしまいます。車の取扱説明書にこの車で他の車の救援をしないでくださいというものは記載がありますので、ぜひ確認してみることをお勧めいたします。